神田沙也加さんが昨日ホテルから飛び降り自殺をしました。情報番組もすべて神田さんのニュースで、10年ぐらい前から本当にファンで、今日もは1日中泣いててもう夜になってしまいました。三浦春馬や竹内優子さんなど、なんで三浦さんだけさんつけてないんですかね。自殺を選んでしまう理由は何だと思いますか。結局その役者の人って自分の感情をコントロールするのが仕事なので、自分の感情が分からなくなる割合が一般の人より高いんだと思うんですよね。泣き真似とかって役者が基本的にできるじゃないですか。すごく悲しいような気持ちになったり、悲しい表情になったりっては可能なので、でそうなってくると自分の感情がどこにあるのかが分からなくなってしまうんだと思うんですよね。例えばすごく嫌なことがあった時に、嫌なことがないような形で立ち振り舞いをして笑顔で暮らそうっていうのって役者の人ってできちゃうと思うんですよね。どんな嫌なことがあっても笑顔でヘラヘラする役っていうのを与えられたら、その笑顔でヘラヘラする役ができるわけじゃないですか。で多分その何か嫌なことがあるとか忙しいとか、本来の自分はそのすごくきつい状況で休みたいっていうのがあったとしても、それをごまかす術が強すぎるので、本来のその自分の感覚とか状況っていうのが分からないまま進んじゃって、でふとした瞬間にその自分の感情とかがコントロール、まあ自分の体をコントロールするようになっていくときに発作的にやっちゃうっていう、そういうパターンなんじゃないかなと思ってるんですけど、なので優秀な役者ってやっぱりちょっとどっかおかしくなっちゃうと思うんですよね。うん、なので役者は優秀にならない方がいいんじゃないかなと思いますけど。